この2匹、新参スタイリッシュイケメン水子さん家だけど根っこの部分が対照的なんだね。ウェイニバルは陽気だけど元々のストイックさは健在な真面目くんか？ではここでインテレオン先輩の図鑑説明 V 版をご覧ください。サボル白身。ウェニが努力家でインテ君は主人が見てないと根っこほ怠け者でサボるだっけ。トレーナーがいないうちにサボりまくるインテレオン先輩に蹴りかますウェイニバル後輩の図は見たい。エージェント、狙った獲物は逃がさない。そしてスタイリッシュ。さぞかし素敵な先輩なんだろうな。可愛いよねインテレオン。うんこれは仕事モード。怠け者の、ママってことはメッソンジメレオン時代も怠け者なのか。インテレオンの素早さの意味合いとしては分かった。手早く終わらせてサボりたいというのもありそう。ジメレオンは楽したいからトラップで巣穴守ってるんじゃなかったっけ。メッソンも自身の涙の催涙効果で敵を撃退するだけで自ら戦ったりするタイプじゃないからな。サボりくらい見逃してくださいよ。この通り、頭下げてるのが見えないんですか。どう見てもくつろいでんですよ。最終的に先輩よりすらしなくなるウェイニバルはいる。カキツバタとタロの関係性再現 VTR か。ペットカメラ仕掛けたらカメラの死角を把握した上でサボりそう。トレーナーが見てないとこでのみサボってても結果出してるんなら十分有能な気がする。サボるために有能になったまであるのでは。水子さん家って中間進化でいかにもな成長してるのに最終進化でキャラ変するやつ多いから一番驚く。仕事はやるならいいんじゃないかなって気持ちとトレーナーが見ている時だけ良い格好するのはムカつくよなって気持ちの二つがある。オンオフがしっかりしてやる時はやる有能感と愛嬌が増してて好き。真面目で頑張りすぎる後輩に適度に息抜きしときなと忠告してそう。サボってる時はとことんだらしないくせにやる時はちゃんとやる有能さとめちゃくちゃ嘘みたいな量食べるくせにスラッとしたスタイルに行き場のないモヤモヤを水蓮花にぶつけるウェイニバル。何かに当たるわけじゃなく、ダンスに消化しようとするのさすが。ストレス発散に踊り狂うのは。俺、アハーマ夏のジャンボリー、レゲー、砂浜、ビッグウェーブ。ウェイニバルのサッカーしてそうな陽キャ感。ウェイニバルは物事にストイックに取り組むという点で考えるとゴリランダー先輩との方が気が合うんじゃなかろうか。飲みに行ったら親身に話聞いてくれそう。真面目がはっちゃけるパターンと、泣き虫がキリッ見てないとこでサボるするパターン。インテレオン先輩が退職来という事実を知って、トレキッピに友達たくさん呼んで一緒にピクニックしようとさりげなくお膳立てするウェイニバル。今日のランチは随分と気合が入ってるね。お友達と一緒のピクニックの時だけ食べられる特大サンドイッチです。インテ先輩にも一度は味わって欲しかったんですよね。トレーナーが捨てようとしたパンをキャッチして上に乗せる。それじゃいただこうかなよい。待ってください、今から切り分けるんですよ。これは僕ので、もちろんみんなの分もこれから作るんだろう。一人でそれ食べるつもりだったんですか。ナチュラルに上のパンを捨てるんじゃないトレキッピ。そのうちウェイニバルを見習って捨てられそうになる上のパンを下でキャッチするようになるインテレオン。なお食べたいだけ。寝ながらカレーライスむしゃむしゃ。無言のローキック。開いた。インテレオン先輩ったらモノマネ覚えないのにケッキングのモノマネできてすごいじゃない。やるならやる気者さんをやってほしいのね。こんなぐうたら、先輩だがダブルバトルではしっかりサポートするしピンチの時はかばってくれたりもするんだよね。認めたトレーナーには絶対に忠実だしミッションは徹底して果たすからな。だから余計にだらけた時の姿がムカつくウェイニバルはいる。この2匹の潜入ミッション見てえな。人気ダンサーとして周りの人の注目集めるウェイニバルにその隙に標的仕留めるインテレオンとかさ。どんな質だよって話になるけどさ。狙い撃ちも正確だし動きも俊敏で見直しかけたのに何ですかあのドタバタ走りは。走り方に関しては君に言われる筋合いないんですよ。皮肉を言い合いながらも仕事はあうんの呼吸で、スマートにこなしていく二人、みたいですね。肩肘張りすぎなウェイニバルのガス抜き相手になってくれるインテレオン。ただし別にそういう計算でもなく素手だらけている。図鑑に書かれてるってことは何人かのトレーナーにはバレてるってことでは。サボるだけで忠誠心や仲間意識がないわけじゃないからな。だんだんインテレオンがポケモン界の青木みたいに思えてきたわ。インテレオン、ですか。だらしないけど紳士でもあるのでウェニが疲れて眠ってる時はブランケットかけてあげるくらいの優しさはあると思われる。わたりがかけてくれたのかなとか思ってるしもでいちいち言わなそうな関係だといい。善意でウェニバルにカレーを強がつくほどの特盛りによそって渡すインテレオンもいてほしい。よりにもよって食事制限中だったらなおよし。亀裂つりちぎに完食して、その分トレーニング増量するんだろうなウェニバル。そうやって水蓮花に磨きがかかっていくんだね。真面目で優しいから断る選択しないのかわいいな。食べきれずにマスカーニャかラウドボーンに食べてもらってもよし。かわいい2匹だ。